ニューストピックスです二十一歳の映画監督穂谷誠陽さんが金沢を舞台にした映画を制作します今日はこの話題について社会部の橋本記者に聞きます橋本さんよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですが穂谷さんの経歴について教えてくださいはい穂谷さんは岐阜県江名市出身で現在は京都大に通う学生です 昨年オンラインで実施された金沢映画祭と館町屋上映画祭のコンペで117作品のうちグランプリに輝きました。映画祭は映画の会と館町商店街振興組合が主催しているイベントで、小谷さんが獲得した賞金200万円を新作の制作費用に充てます。どんな作品になる予定なんでしょうか？はい。 中学生と大人を取り巻く2つの物語が並行する筋立てです盲目的に信じるとはどういうことかをテーマに据え大人の闇社会と中学生のいじめや恋愛が交差するストーリーを構想しています2つの世界を俯瞰して描くという意味を込め宇宙人の画家とタイトルをつける予定だそうです 斬新なストーリーですよね,すね実際どんな人が出演する予定なんでしょうかはいと石川県在住者を中心に十代の男女が中学生役で出演します三月には穂谷さんや映画祭の関係者が審査員を務め俳優を目指す子どもや演劇経験のある子どもら約四十人がオーディションに挑戦しました 地元の若い才能が育つきっかけにもなりそうですよね、はい、これいつ頃から撮影は始まるんでしょうかはい撮影は4月下旬からお予定しています有名な観光地から一歩踏み込んだローカルな飲食店など地元住民が親しんでいる場所でカメラを回す予定です映画のプロデューサーを務める立橋商店街振興組合の担当者は金沢のツーリズムにもつながってほしいと期待していました 完成が楽しみになってきます。え、はい、この映画はいつ頃どのような形で公開されるんでしょうか？はい、えっと今年9月に予定されている映画祭でお披露目されます。ホタニさんは3月から市内に滞在しており、えっと金沢は洗練された部分とゴタゴタした部分が混じる面白い街映画で日常の光景を切り取りたいと話していました。はい 今回の映画のタイトルが宇宙人のかか、はい、ということで大人の闇社会と中学生のいじめや恋愛が交差する、うん、そういったストーリーを構想しているということです、はいえー、どんな作品に仕上がるのか今から楽しみですこの時間は社会部の橋本記者に話を聞きましたニューストピックスでした